打って左中間を破りました。今セカンドランナーホームイン、ジャイアンツサヨナラを梶谷が決めました。延長10回、ジャイアンツの一員として初めて決めたサヨナラ。左中間を深々と破りました。ジャイアンツこれで5連勝、交流戦優勝に向けまた一歩大きく前進しました。怪我に苦しんで今年戻ってきた梶谷がジャイアンツの一員として初めて決めたサヨナラ。今楽な振り方ですもんね、本当にミート軽いボール来たやつをパチンと打った感じですもんね。そうでしたね。最後はこのアウトコース、うん、難しい球ですけど ねやっぱり強引にならずにね、うん、多分そう思ったんじゃないですか本人もね。 ある程度やっぱりこう外野があれだけ前に来てますから、しっかり捉えればね、そうですね、抜けていくっていうのをね、はい、吉川尚輝がホームを踏み、ジャイアンツが見事サヨナラ勝ちを収めたこの瞬間です。まあ、オコエもしっかり決めましたよ、バントね。そうですね、もう大きいですよ、先頭が出てオコエが送りという形が整ったところで最後を決めたのが梶谷です。はい、